陶機 T-4 はソ連のスホーイ設計局が試作した超音速爆撃機である。陶器は機体総重量が100トンであることから製品100とも呼ばれ、相性のの名でも知られる。なお、陶器を展示しているの、二目軍博物館ではス1 0 0と掲示されている。NATO コードネームは与えられていないが、アメリカ国防総省は陶器に ラム H のコードネームを与えていた。1960年代初期に、スホーイ、ヤコブレフ、ツポレフの3設計局に対して、戦略偵察機を兼用するマッハ3級のミサイル、搭載後コード爆撃機の開発要求が出された。各設計局は、それぞれ T-4、約 -33、S-135 の案を提出した。 1963年に、競合の結果、ヤコブレフ、ツポレフの案では、要求性能を満たせないとして、T、T-4 が選定され、1964年の国家航空機技術委員会の審査を、クリアした後は、ゾギーでの風洞実験や、スマイナス7ユースマイナス9改造機によって30以上の形態が考案され、1966年には、 空軍にモックアップが発表された。翌年にモックアップ審査会の審査が行われたが、1966年の時点で TMZ にて飛行1号機と強度試験機の2機の製造が進められていた。飛行1号機は1971年に完成し、受講スキー飛行場にて数回の走行試験の後、翌年8月2日に初飛行した。 動画 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュリザルツ ?search クエリーイコール t4 坂機体自体は細かな問題が発生したものの支障はなく2から6号機も発注されており2号機と3号機の製造及び4号機の製造準備も始まっていたが1974年1月22日の10度目の飛行試験をもって 計画中止となった。空軍が要求した1970年から1975年の5カ年計画での T-4250 機発注と MIG-23 大量発注が両立できなかったためと XB-70 同様に低空進行に移行できない T-4 より S-22M が優先されたことが原因であった。計画中止の後、 強度試験機と製造中の2から4号機は、スクラップとして処分されたが、飛行1号機は保管され、1976年1月27日を、もって、正式に退役扱いとなった後、1982年には、モスクワの東にある空軍中央博物館に移され、2017年現在も、展示されている。当機は、従来のアルミニウム合金では、マッハ3における。 空力加熱の高熱に耐えられないため、それに代わって、チタン合金を使用している。機体の操縦には、ソ連発のフライバイワイヤーが採用された。エンジンは、ツマイナス144に搭載された、コレゾフ RD-36 から51と、同系統のエンジンである、RD-36 から41、ターボジェットエンジン4機を備え、燃料は、 アメリカの JP-7 に相当する RG-1 と呼ばれる特別な燃料を使用する。機種には津 -144 に似た上下機構が搭載されていた。これは着陸時の視界向上と超音速飛行時の抵抗削減を両立させることが目的で、機種は時速 700km 以下で飛行している時に限り下げた状態にすることが可能となっていた。 機種上げ状態では、操縦席前方は、機種先端部と一体になるため、前方視界は、全くなく、景気飛行のみで飛行した。機種上げ状態での視界を補助するため、パイロット用には、潜望鏡が用意されていたが、使用できるのは、時速 600km 以下で飛行している状態に、限られた。なお、当初から、ミサイル墓器として開発されたために、爆弾層を持たず、 主兵装の KH-45 兆、距離空対1ミサイル2発はよくかに懸垂されて、搭載される設計であった。ありがとうございます。